ようこそ戻れた、エタノ。ウェルカムバックトゥドラクエス8。久しぶりだな。おう、ありがとう。ありがとう、説明してくれて。付き合ってやるよ、そうか。じゃあ楽しみにしといてくれ。今から行ってくる。よし、来たぞ。ほい。よくぞ来た。おう。うるせえ、ふざけやがって。叩きのめしてるわ、叩きのめずと貴様。もうただじょうがねえからな。覚悟するがいい、なんかいろんなもの、なんか気がつけばなんかいろんなもの落ちてしまった。俺の知らぬ間に。ちょっといろいろ試してみよう、ちょっと。お、すげえ。なんだこれ。お、すげえ、めっちゃ強いじゃん。241。うお、これやばくねえか。いや、これやばいだろ。とんでもねえことになっちまったな。あいつなんか最初のあれ使ったけどね、あの変ななんか封印のやつ。そういうことあれか。あー、なんか誰かあれか、モンスターかなんか呼んで、それを回避するっていう、そういう手があるかもしれんな。え、めっちゃ強くね？やばいぞ、これは。レベル上げた甲斐があるな。あ、これもなんか覚えてる、いつの間にか。これちょっと、いけんじゃないの？とんでもなく強くなってる。おい、ジェシカ、お前あれじゃねえか、もう。君はナンバーワンのアタッカーかもしれない。なんかこれ食らった方が余裕な感じするもんな。まあ、ちょっと回復するけどみたいな。いや、これいけるだろ。おお、かっこいいな。やるじゃねえか。しかもあれ300か。あれ、これ単体で300？なかなかあれなんじゃないの。溜めまくってもいいしな。でも一回あれか。あなた、こうすべきか。いや、これは素晴らしいな。ドラクエイト久しぶりって言ったけど、なんかあんまり久しぶりって感じしないんだよ。なんかちまちまやったから。ちまちまレベル上げずっとやったから、なんかあんまりなんか、なんつうの。そんな久しぶりって感じはしないけど。なんかライドンの塔だかってとこで、なんか、塔の近くに変な丘があるんだけど、そこでなんか、レベル上げずっとやったわ。狂ったように。いや、これいけるでしょ。何このなんか。おぉ、743速、これマックス上げたらどうなんのいったい。8結構長いな、拘束時間。これ食らったらなんか負ける気しねえもんな。全然負ける気しないもんな。一回ベホマラかけるか。なんならもうこのターン、この次のターンでなんか終わりそうだもんな。あ、元に戻ったか。じゃあベホマラに行っちゃうか、じゃあ。ほい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 。はい。相手使うぞ。マジで？もったいねえな。まあかなりもったいないけど、まあ問題ないだろ。問題ないって思えてるのがすごいもんな。昔結構なんかすごいギリギリな戦いやった気がするのに。結構割と、レベル上がるの早かったかもしれない。途中からなんか全然なんか上がらなくなったけど。で、なんかレベル45ぐらいだったかな。レベル45かそんぐらいかも過ぎたあたりから、だんだんなんかね、なんか能力値全然上がんなくなってくる、ね、全然なんか上がんなくなってきたから、なんかもういっかな、みたいな。いった。え、なにこれ、なにこれ、全く苦戦してねえ。これしばらくはいけそうだな。で、このわけわかんないお化けだろ。わけわかんねえお化けが、まあなんかいろいろなんか使ってくると思うけど、まあとりあえずここでも、ためるやっとくわ。ためるやって、それも一気に切りつけようと、どんだけ強くなるのかって話だよな。いや、これで一気になるだろ。アタッカーもあれかも。8でジェシカにすべきかな。まあ、ベホマズンがでかいからまだなんとも言えんけど。いや、これ食らってもまだ余裕あるもんな。やばくね？これやってもまだ余裕があると相当すげえぞ。カブト割りっか、じゃあ。で、こうで、こうだろ。いや、この勝負勝てるだろ。こっから先能力値上がるのかね、なんかね。もう今まではものすごい上がったの、ね、バカみたいに。レベル上がるたんびになんかもう体力なんか20、なんか毎回20近く上がったし。もうすごいんですよ。おお、こ
それで生きてるってのはすげえわ。体力尋常じゃねえからな。でもレベル45あたり超えてからなんか全然本当に上がんなくなってきた。なんかどうすか。あ、これでいくね。サミダレ好きはめっちゃ強い。びっくりしたわ。おいおい、あ、間に合うでしょ。とんでもねえな、灼熱。なんか基本なんか8なんか HP 高いよな。8ってかドラケエ8のなんか仲間つ、そんな感じするわ。まあ転職とかそういうシステムがねえからかもしんないけど、純粋に強くなるよな。これめっちゃ強いんじゃねこれ。いやーこれすげえぞ。とんでもないことなってる。あ、そうか、バイキルとか、バイキルとかけてない。俺はバイキルとかけてないぞ。やばいだろ。貯める、これもちょっとあれかな、やばすぎ。まあいいや、これでいこう。さらにバイケルトかけていなかったっていう、この恐ろしい事実が発覚してしまった。とんでもなしすぎだろ。あ、これ、これ死んだか。さすがに死ぬよな、これ。ちょっともったいねえわ。おたけび。痛恨強いね、やっぱりな。で、さらにゼシカククールがザオリクを覚えてしまったっていう、なんか、ね、とてつもないことになったんでね。今まで俺はザオリクなしで生きてきたから。ラプソンまでラプソン戦もザオリクなかったから。確かに、いやこれはすごいわ。安定感が半端ないの。今までなんかザオラル2人掛けてかったのに、生き返るか生き返るのか生き返ってくれみたいな感じで、なんかひたすらザオラルでなんかやったっつう。貯めた方がいいかこれ。とりあえずベホマズンだろ。ベホマズン貯める。これでいいだろ。あとピオリムか。じゃあピオリムだな。でそれでまあ先手で回復できるようにすれば。いやもはやこれ賢者の石使わない方がいいだろ。使わないっていうか、なんつうの、賢者の石だったらもうこっちのベホマズンとかテンション上げたベホマラ使った方がよっぽどあれだよな、効率はいいよな。おこれこれを耐え抜いてるからな。この人殴り多いよな。殴り多いからなんか三河系とかないんじゃないの。でこうだろ、こういくか。じゃあでこうで、あなたあれなんだよな、テンション50溜まってんだよね。アタッカー、マジでやばっ、やっべえこれ、とんでもねえな、とんでもねえ化け物地味とあれなってんじゃん。で、弓、ちょっとね、弓をね、100にした、俺。ちょっと、剣と悩んだんだけど、あ、まあまあ、とりあえず、まあ、弓でいっかな、みたいな。メダパニーマ。なんじゃ、これ。見事だ、もう。宝具を取らせよ。好きなもんやれば、お。うおこれは、やばいな。どうしよう。悩みどころだが、まあ、これはあるだろう。錬金釜だろ、とりあえず。はい。これ、とんでもねえことなんぞ。ちょっとやりたいことがあるんだよね。やりたいことがあって、さらに、5センチかかるな。おー、すごい。これはマジで素晴らしいと思う。これマジでやばいだろ。これ連続で戦えないの。まだ終わったわけじゃない。もう。再びここを置くよ。また、いやもうこのまま始めようぜ、じゃあ。さらなる力を解放して、またじゃあ、立ち上がるだろ。もう。横なくていいだろ。なんじゃ、それは。まったくよ。うわ、どうしよう。何しよっかな。いや、その錬金だろ。ちょっとやりたいこといっぱいあるんだよ。やりたいこといっぱいあるの。まず、じゃあ2個目のちょっと封印を解放するから。え、その錬金か、まあ、やばい。いや、マジでやばい。これ一瞬で作るんでしょ。とんでもねえぞ、これ。いや、とんでもないよ。マジで。え、ちょっと待って。しかも、聖杯変えるからな。聖杯変えるっていうのが恐ろしいあれがあるからな。ちょっと待って。どこ行ったあれ。あの、わけわかんねえ、オッペケベーが。オッペケベーどこ行った。ドクロの兜だろ。ドクロの兜。はい。え、これ、何このスポンっていくの。あ、なんか見た目変わってんな。やばっ今まで必死になんか、何か作業やりながらとか、なんかそうやってやったりしたのに。とんでもねえ。魔獣の釜だったっけ。あ、まだあったわ。すげえな。あと怒りのタトゥーだろ。タチュー、タチューどこ行った。あ、あったあったあった。よっしゃ。
ちょ、ヤンガスで持たせるかじゃん、これ。これヤンガスで持たせよう。よし。ヤンガスで持たせて、ククールもちょっとアタッカーにしてみたいんだよな。まあ、とりあえずは、あ、それ、はぐれメタル夜なんか怒ったな、なんか、そこら辺に怒った。よくわかんないことに。で、他にもちょっといろいろやりたいんだけど、まあ、とりあえずこのままでいっか。やばいぞ、これは。さらに、さらなるあれが始まるぞ。また来たぞ。よし、ちょっと、試してみるかじゃ。いろいろ試してみよう。てか、槍強えな。槍強えわ。やばすぎだろ。こうだろ？ヘラクレス。で、あなた方は別に、何もする必要なし。おい、行ってこい。久しぶりの。予想が待っている。ええぞ。めっちゃ積極的な攻撃をしてんな。お前ら頼もしいぞ。とてつもなく。あ、やっぱ最初にこれやってくんな。よっと。完璧じゃねえか、これ。とんでもないことになってきたぞ。体力上がってる、もしかして。なんか上がってる気がすんな。これまた呼べんの？一回切るか。ギガブレイク。ちょ、これ使いてんだけど。超使いてえ、これ。え、ちょっと待って、これ槍装備してるのに使うの？え、ちょっと待って。敵情報超ロース究極の必殺剣。とんでもねえぞ、マジで。貯める、ちょっと待って、貯める。これだろ？貯める。伝説のわけわかんない戦いが始まるから、これからも。もう楽しみでしょうね、これは。もう一気にもう打ち込んでやるよ、もう。とてつもないことになるぞ、これ。ただ、これで50いくからな。これでもう50いったからな。とんでもなすすぎる。で、さらにここからサミダレ好きだろ。サミダレ好きの、タンバリンの、総流打ちでさらにそこからバイゲルトを使うっていう、とてつもない。うえとんでもないな。もう車に跳ねられるとかそういうレベルじゃないだろ。この痛さ。あのテンションの溜め方、あいつの。2倍のサミダレ好きだぞ。かっけえな、くるんくるんくるん。使いこなしてやがる。お、色は変わった。新緑の地上。とんでもねえな。貯めるだろ。あ、まずいか、ちょっと。まあいいや。まあ、死んでもどうにかなんだろうっていう、ちょっとなんか余裕が。若干余裕があるな。前はもう死んだらそれがもうかなりもう致命傷になったけど。何来る？おお、でもこれで目を待つにかければ。ああ、でもあれか、間に合わんか。間に合う可能性があるんだ。まあどうにかなるでしょう。ベホマラ行くかじゃあ。ベホマラでサミダレ好きってしまうかじゃあ。こうで。あなたは。まあ間に合わない可能性もあるけど、まあしょうがねえか。で、ここでベホマラ。さあ、間に合うか。おい、いつまたか。おぉ。1662だからな。とんでもねえぞ、マジで。焼けつく息。あ、そういうゲームを使ってくるんだ。あ、まあでもちょうどよかったかな。しかも、いいタイミングだったわ、これは。お、ベホマラ強えな。テンション上げのベホマラ強いぞ。いや、まず50いったでしょ。どうすっかな。じゃあ、レップいっちゃうか。じゃあ、もうとりあえず生きてる時にも、やっといてもいいでしょ。ペスカトレ、踊りを封じる。あ、そんななんだ。ディバインスペル。抵抗力を弱める。おぉ。メダパニウムはこれ全体なんだ。全体強えな。ザオリブ。1700って。1700やべえだ。あ、危なっ。焼けつく息か。ゼシカ強えな。ゼシカは急になんか最強のなんかあれに
しかも、ゼスカあれだよな。バイキルドかけてなかったよな。え？とんでもねえぞ、マジで。1143。なんか、ちょっとおかしくなってきたな、いろいろ。なんかいろいろおかしくなってきた気がするわ。だってもうなんか次のターンでおしまい？なんか終わりそうじゃねえかな。終わるだろ。甘い息、そういう系がやっぱり。あ、眠っちまったな。どうすっかな、これ。ほな、次の種なんかいけそうな感じがするんだけど、やってしまおう。やっちまってもいいかもね。じゃあ、こうで。じゃあ、ビハマ行くか、じゃあ。おい。一ターンのうちに誰もほぼ死ぬことがないだろうっていう、この。おたけで来るんだ。あ、これマジで、すげえ、これ殴り使われか、その効果もあるんだ。ひるんでしまう可能性もあるってことか。すげえな、なかなか面白い技を使っている。なかなかしぶといね。もういけると思ったんだけどな。こうで、いや、もういけるでしょ。もういけるべ。なかなかしぶといな。いや、ラプソン一瞬倒せんだろ。戦ってみてよ。あ、よりによってその二人か。ベホマーズに行くじゃ。ここで倒せるんだらば倒してほしいわ。普通に殴っても強いもんな。なんかもう言いふりすぎて、なんかもう感覚がちょっと麻痺してるけどさ。もうちょっとわけわかんなってんもんな。普通のドラクエだって、まあ、さっきのなんかもうさっきのサメナラズぐらいなんか230とかあんだけダメージ与えたらもう十分だから。あれで大満足の一撃だ。4桁かなんか普通になってるから、どうなってんのって。なんかヤンガさんはいつ回復するんだ。ああ、まあ、一回ベホマでいいか、とりあえず。どうすか、カブト割り？はい。あれ、使わなかった。なんかもう倒せると思ってなかった。タンバに使わなかった。いや、体力すげえな、って言うな。あ、さすがにまあ、さすがに耐えきれんか、これは。まあでも、これでまあ、ゼシカククールがやられてしまったら結構あるな。そこから崩れる可能性っていうか、だいぶそれは厳しくなってくる。お、やっと目覚めた。やっと目覚めたか。35全然下がんないじゃん。いや、ちょっともうサメ、もういけるでしょ、さすがに。ちょっと待て。ザワリクの安定感ね。100% 復活するで。信じらんないわ、これ。もうしぶてえな、マジで。焼けつくお化けで。おい、その2人こいつもやってくれんじゃねえか、こいつ。これ怖いな。ダメージを与えつつなんか半端ねえな。いや、ちょっと、あ、いた、よかった、危ねえ。経験ちょっと上がってっか。よーし、でも何どうすっかな。鎧でいいか、じゃあ。はい、剣最後のすっかな、じゃあ。竜神の鎧、これ超強いんじゃないか、これ素晴らしいんじゃないか、これは。おう、じゃあまた後で遊びに来るわ。もう連続でもいいけどな。さあ、竜神の鎧。上がるね。あなた専用か。これ使えるの、これ。もう。とんでもないぞ、これは。なんかかっこよくなってきたな。